演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はチラ、チャンネル登録よろしくお願いします。チラのカルロースマイとこのシーズニングを使ってジャンバラヤを作ってみました。いい香りがしますね。カルロース米、なんか普通の米とはまた違う、カリフォルニア州オリジナルのお米ということで、意味はカリフォルニアのバラという、日本のお米とタイのお米の中間にあたる双方の粒が、ね、持ち合わせています。何かいいところにしてるみたいな味してますね。ではどんな味なんでしょうね。なんか普段食べてるお米とどんな感じに違うんだろう。ではまあ食べてみれば分かりますよね。具材はまあちょっといい、本来のおすすめレシピから外れていますが、ピーマンと人参、あと大豆が入ってます。ではいただきます。まずカルロース米についてですね、全体的に、まあ、自分は今回茹でたんですけど、その調理法とかによって変わるのかもしれませんが、全体的にコリコリとした食感で、やっぱり普段食べてる白米とは違う印象がありましたね。ちょっと食感が程よく残っていて、調理の方法とか、この袋にも書いてあったんですけど、お米というにはパスタにちょっと近いような印象でしたね。で、口の中でパラパラっときて、とっても美味しかったです。今回ジャンバラにしてみたら、いわゆるチャーハンとかにしてもいいかもしれません。でジャンバラの方も程よいスパイスの刺激が口の中や鼻に来て、共にし、もう嗅覚と味覚の両方から刺激してきて、本当に美味しかったです。ただのカレーとかドライカレーとはまた違った味わいがありましたね。お肉とかお魚とか入れたらもっと美味しくなるんだろうな。というわけで、カレーもスナイもジャンバラもどちらも美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。皆さんもぜひ食べてみてください。他にもいろいろ使えそうですね。それでは林間学校、心待つのに雨降りや。毎日の雨で林間学校はどうなのか心配なんでしょうね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。